おはようございます、えー、それではですねこの時間は、えー、加納次五郎先生の、えーまあ、加納次五郎先生の話はですね、えー、これまでの,あのいろいろな先生方のお話等でですね、えー、ご功績であったり、えー、成し遂げてこられたことっていうのが随分、あのー、ご理解いただいていると思うんですけど私の時間は加納次五郎先生が女子 の、えー、柔道に、えー、どのような思いを持って教育されたかっていう話をですね、えー、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、まあこれもあのもう皆さん、えー、ご存知だと思いますけど、加藤次五郎先生は。 1882年、えー、明治15年に、行動感柔道を、あの、創始をされました。えー、非常に、あの、若い時にですね、あの。行動感柔道も創始されていて。まあ、その創始された、えー、目的はですね。えー、柔道を、えー、まあ、柔道っていうのは。もともと柔術というふうに、えー、術がメイン。 で行われていた戦国あるいはその後ですね明治になるまではその柔術というものが行われていたんですけれども納、まあ、氏五郎先生は術を目的にするんではなくて術を手段として人間教育を 目的にしましまょうううとというようなことで名前を変えられました、まあ明治っていうのはですねああのまあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、えー、お侍さんは曲げを切って刀を置いて西洋の文化がですねどん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 入ってきた時代であったと、まあ、その中で柔術とか剣術とかいうふうに戦う道具まあああ道 がこれからまあ必要なのかというおそらくまあそういった日本の重要な文化の一つでありながらも廃れていってしまうんじゃないかというようなえ危惧もあったと思いますあ金地五郎先生は柔術というものをあの体験されてですね習得されてですねまあ技も素晴らしいけれどもその柔術を学ぶことによって自分の心が落ち着いたりですね えー、起こりやすい気持ちを抑えられたりというふうに非常に効果があったと、えー、体が強くなっていったのももちろんだけれども、えー、非常に効果があったということで自分だけで留めておくのはもったいないな広く若い人たちにこの柔術を学ばせることによって、えー、人を作っていくっていうことを目的とされて行動感柔道というのを創始されました。 まあおそらくその時代に、まあ、このような、えー、今まであった武術を「道という字に変えてっていう発想がそんなに多くの人にあったとは思えないんですけれども、まあ、そういった意味で叶次五郎先生は、まあ、いろんな意味で先見の明があってですね、えー、教育者であったということだと思います。でそのおよそ10年後1893年。 明治26年にはもうすでにに女性の初の初生を合同館に受け入れても今まは、まあ、ここが加納次五郎先生のまあ素晴らしいところかなというふうに思うんですけれども、まあ、明治の時代先ほども言ったように西洋の文化がどん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 入ってくる時代ではあったけれどもまだまだ男性と女性の違いっていうのは往々にしてあったと思われます。 あの当時のですね、女性の着ている服装であるとか、えー、立ち居振る舞いについての話とかというのはうん、まあ、いろいろなですね、メディアあるいはテレビあのを通して皆さんあの見ることがあると思いますけれども、まあ、私自身が想像するにですね、まあ、そういった、えー、環境下を想像するにおそらく女性のスポーツ 今はもう当たり前のように女性がスポーツすることができるような時代になっていますけれどもまだまだその時代はそうではなかったと。まあ皆さん女性の方とかあんまりなんかそういう言葉ってもう聞かれたこととか言われたことないと思うんですけどその眼鏡をかけている女性の方はしたないいってわかります使いますす使使わないですよね。 言われたこととかもなんかはしたないっていうかねあの言われたんですよねで、まあ、今はまあ,あの私たち教員も気をつけてますけど女ののくくせせににとかねね男のくせにもダメですよ、ね、でそういうふうに、えー、男だからとか女だからっていうふうにジェンダーバイアスをかけて見るっていうのはよくないとまあ人としてね えー、同じように見なきゃいけないっていう風な時代になってきましたけどまだまだ明治の時代は今言ったようなはしたないじゃあ何が「はしたない」じゃ何がはしたないのかっていうのはまあいろんな人が、えー、いろんなことを言ったんでしょうけどまずは例えば今今日私もスカート履いてますけど足を見せるとかねずっとやっぱり女性は着物の時代だったじゃないですか。ですから足を見せるというよ 本当に今だったら当たり前のようなことでもまあはばかられた時代なのかなと思います。で自転車に乗るとかね。だからそういったようなことを考えてみると柔道ですよ皆さん柔道を見たことありますよね。まあ、やったこととがある人もあの多いと思い思まますけど、まっ 今の時代でもやっぱり格闘技系柔道それから、えー、レスリングとかボクシングとかというと多分ある一定年齢以上の人に聞くとですねそれこそ走らないというふうな答えが返ってくるかもしれないなと思います。男性のの競技スポーーツのイメージがが非常に強いいと思いますでそれが ましてや明治の時代にまだまだあの女性がですねいろんなスポーツに入ってまあだから女性のスポーツのイメージでいうと体操とかは割とちょうどやられてきた頃だと思います。ヨーロッパから入ってきた体操 えー、をですね女性はまあようやくやり始めたぐらいの頃だったのでまだまだそういう習慣とかがなかった時代に加納次五郎先生は文科生はをもうう受け入れていいるということこですそして1904年の明治37年、ね、その約10年後には本格的な指導をされています。 明治26年に女性初の門下生を受け入れた時は納次、まあ、五郎先生非常にあの柔道以外の分野でもご活躍でしたので、えー、多忙なこともあってご自身が教えるといいううことはしていなかったようですね入ってもいいよと女性入ってきてもいいよとでも、えー、お弟子さんにですね自分の信頼できるお弟子さんに任せて指導をされていたみたいです。 でそこから約10年が経って今度は、えー、女性の柔道についてもう少し自分も本腰を入れて指導してみようかというようなお気持ちになられたようですでそこから女性の柔道っていうのが本格的にスタートしたということになりますじゃあ加納次五郎先生はどのような指導を女性にしたかということですねまあ先ほど言ったようにまだ明治の時代で女性がそういったこの 運動だったりスポーツをするという習慣がなかった時代ですでまあ、してや激しい柔道をするということに対して入ってきてはいじゃあやりなさいというわけにはいかないということでいろいろやり方を考えたようですまず金氏五郎先生がやったのは えー、本格的な指導ということでお弟子さんを自分の家に住まわせて、まあ、当時はそういった習慣があったようですねお弟子さんというのは自分の家に住んで、えー、書生さんというか、えー、師匠叶次五郎師範の身の回りの世話をしたり何かしながら柔道を学ぶと同時に えー、他の分野でもです、ね、いろいろなことを学ぶというようなことで新職を共にするという生活だったようですで、えー、その女性のお弟子さんについて何をまず最初にしたかいきなり柔道を教えるということをしていないんですねまあ、このあたりが非常に加納先生らしいところだと思うんですが、まあ、非常に今でも通用するであろう科学的なトレーニングといいますか指導方法をされていたようですまず まああの当時は日本人全般がその栄養状態がどうだったのかっていうと、まあ、当然今に比べれば良くなかったっていうことは分かるんですけど特に女性の場合には家の中で旦那様あるいは子供といったその まあ順位ではないですけれどもどちらかというとそちらの方を優先して、まあ、今でも、まあ、そういった傾向はありますよね、あのー、母親がこう料理を作ってうーん食卓に座って「一緒にいただきます」って食べることもあると思いますけど朝とか忙しい時にはまず、えー、お父さんに食べさせて子供に食べさせて自分は二の先三の先なんていうか二の次三の次っていうか。 えー、なんか立ちながら食べるじゃないですけどしっかり座って食べるというよりはお母さんはなんかいつも働いてるっていうなんかいつも動きながらなんかしてるよねというような、えー、イメージあると思うんですけどおそらく当時はっっとあったと思うんですですからしっかり女性も栄養をとって体に気を使ってという時代ではなかったのでまず体をしっかり作らせようということで栄養指導をされています。体の中から 健康な体を、えー、作ってですねまず体,体力というよりは、えー、しっかりとした基盤を作ってから柔道をさせようというような意図があったようです、えー、しっかり栄養をつけさせたそしてその後にはやっぱり柔道をやって一番怖いのは怪我をすすることですねそして体を壊してしまうこと、あのー、運動スポーツ全般に言えることですけれどもこれは現代でもそうです。 あのー、スポーツは、うん、あるいは運動は楽しみであったりいろいろな効用がありますけどそれをすることによって体を壊したりだとか怪我をしたりっていうことはまあない方がいいに決まってますよね。でそういった意味では えー、いきなり柔道をやらせて女性が怪我をしてはいけないということでまず体力のない女性に自分の体を使って例えば腕立て伏せだとか腹筋だとか、えー、というようなことをあのさせてですね体幹だったり体を鍛えてでさらにちょっと軽めのバーベルとかを持たせて単独でですねトレーニングをさせるようにしたようです。 でこうやってだんだんだん,だん、えー、体力をつけさせていったとそしてその後になってようやく今度はじゃあこれから柔道をやっていくにあたって柔道で一番大事なのは投げられても怪我をしないといととうことやっぱり強く投げられることもあるので投げられても身を守れるように受け身が重要だからということで受け身をまずスタートさせたようです。 受け身もですね、やったことある人分かると思いますけどあの単独での受け身の練習っていうのは割と立ったり転んだりを繰り返すので受け身の練習をしているんだけれども体力も同時に育まれるということで、まあ、面白いか面白くないかっていうと面白くないと思うんですけど、まあ、でも、えー、体を鍛えるのもそうだし自分の身を守るそして自分の体をうまくコントロールできるようになるという意味では、えー、受け身が非常に効果があると。 いいうことみたいですそしてその次にある程度体力もついてきました栄養もしっかりとって体の中から、えー、きちんとですね、えー、力がついてきたというふうなことで受ムもやらせましたじゃあいよいよ相手と組んで柔道をやってみましょうかという次の段階に進むと思うんですけどそこが加納先生の、まあ、これも 素晴らしいとところだと思うんですけど自分の体だったり例えば私が誰かの体を見たときに外から見ただけでは分からないことってあるよね外見からすると健康そう丈夫そううう体力もついてきたように思えるでもそれはきちんと専門家に見てもらわないと分からないよねということで今度は柔道に入っていく前に。 大学病院に行ってきちんんとメディカルチェックを受けてるんですね健康診断そしてお医者さんから「あ大丈夫ですこの人は、えー、専門家の目から見ても特に病気だったり、えー、気をつけるところはなくて柔道やって大丈夫だと思いますよ」というお墨付きをもらってそれから柔道をさせようというようなことを、えー、されています。ですから まあ言ってはなんですけど男性にはこんなことしてませんあの男性の門下生が入ってきたらどうぞやってくださいとだから初めから男性というのは、まあ、当時も当時はですね体力はあるものそしてある程度ちょっと無理をさせても自分でコントロールできるというふうにでその叶次五郎先生も自分が男性だったので自分の体から想像がつけるわけですよね。あ こういうことが男の体なんじゃないかって、こういう特徴があるよね、こうだよね。でも、加納治郎先生、なぜ女性に対してはここまで慎重になったかというと。女の人の体っていうのは、自分と違うから、わからない。だから、とても慎重にやられたようです。そして、最後に。お医者さんもお墨付きを出しました。 もう柔道をやらせて大丈夫だと思いますよ」と言ったところで、えー、じゃあいよいよやらせようかというふうになったんですが最後の最後に今度は何をしたかというと富士登山。富士山に登って で帰ってこられるぐらいの自分のの足でですねくらいの力というか、えー、体力があるんだったら柔道をやってもちょっとぐらいでは病気になったり怪我をしたりしないだろうということで富士登山をさせてるんですねでここでようやく OK が出てじゃあいよいよ柔道をやっていいよというところになったようです。はい まあそのようにですね女性に対しての加納次五郎先生の柔道の教え方っていうのは、まあ、非常に丁寧でそして慎重であったということが言えるようです。はい、で加納先生が実際に自分で指導をするようになってその後ですね大正15年1926年には いよいよ行動館の女子部を発足をしています。女子部が発足をされています。で、行動館の女子部に入ってこられる人たちをどういうふうに選別したか、まあ選別したかということなんですけれども、非常に厳しい入門の条件を敷いておられました。 でどういうことかというと先ほど言ったように男性に対しては比較的、えー、敷居が低かった。私、行動管柔道に入門したいですって言ったらあ分かった、まあ、一応、この入門書に、ね、名前とか住所とか何か書きなさいで今まで何をやってたかとかっていうのを調べたかもしれませんで入門料を払ってじゃあ、明日から、えー、やっていいですよというふうに、まあ、比較的ハードルは低かった敷居は低かった。 ところが女性の場合には男性と比べて厳しい入門の条件があったそうですまず男性と同じように入門の書式、ね、を書かせますそしてその後、えー、健康診断書最初のお弟子さんに関しては叶次五郎先生のところに住まわせて、えー、やったっていうことで健康診断させて、ま、あのご自身が。 彼女頃先生が「行ってらっしゃい」とさせてましたけどだん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 人数が増えてくるので、えー、まず入ってくる時に健康診断書を持ってらっしゃいというふうにしました。ね、で健康診断書で、えー、健康を確認してでこの次がやっぱりすごいんですけど戸籍法、まあ、これは今の時代まあ、でもですねあの身分を証明するというかえー ということで提出する場合もありますけど男性には提出させないんですよこれ戸籍当法じゃあなんで女性だけ出させたのかということなんですね。でそれは女性は選んでさせる時代だったというふうに考えています。男性と女性と、えーまあ、区別をしたということですね差別ではなく区別をしたというふうに私は見ています。 それはなぜかというとどういう家に生まれてどういう家庭で育ってどういう教育を受けてきたのかといったことを確認したようですで、なぜそういう確認が女性については必要だったのかというと今の まあ、国際的な柔道に発展した今のこの時代と違ってですね先ほど言ったような明治の時代なので女性が柔道をやるということに対しては世間の目も非常に厳しかったと思われますで何が厳しかったかといったら。 女性ばっかりの、えー、練習相手ではまだ足りないですから男性と女性が組んで、まあ、今でも当たり前ですけれども柔道の練習をするわけですね師匠があの師匠というか、えー、ある程度の先生が女性に教える。でも組んずほぐれずのその柔道を今では当たり前に私たち目にしますけど当時女性と男性が道場とはいえですね組んずほぐれず。 あの寝技をしたりなんかっていうのを見たときに一般の人たちがそれをどう見るかです。行動観って怪しいとこなんじゃないかなんか男と女がなんかぐちゃぐちゃやってるぞっていうふうに見られる可能性がそういう風評被害というかですねそういうことが出ていくと柔道自体の評判にも関わる。でましてやや女性で柔道をやった人が 街中でですねちょっとなんか頭に来たらバーンとと相手を投げちゃうとかねもちろん身の危険を感じた時にその柔道を使うってことは悪いことではないと思いますけれどもでも柔道をやったことを力自慢のようにですね外で、えー、腕試しみたいなことをしたらさっき言ったような「女のくせに」とか「はしたない」とか「柔道なんかやらすな」みたいなそういったことが話が出てくる 来なないいとも限らないですから柔道を教えるにあたっては特に女性に対してはどういう目的でなぜ柔道をやりたいのか。そして それが将来的にどういうふうに自分に役立っていくと思っているのかというようなことをまず教育ですねどういう教育を受けてきたのかそして面接においてですね加納先生直々に女性に関しては入門について面接をして入っていいか悪いかということの許可を与えているようです。 これがですね当時の彼女五郎先生のと女子部の部員さんたちの写真です。見ていただいたらわかりますでしょうか、えー。セーラー服っていうんですかねあの制服を着ていらっしゃるあの女性たちとそして、えー、袴。まあこれは鏡開き式なので、えー、清掃しているっていうこともあるかもしれませんがこの写真からも見て取れるのは。 加納治五郎先生は、当時女性の柔道を、どういうふうに発展させていこうかと考えたときに。まず、女性の柔道を発展させるためには、女性の指導者を育成することが最初だというふうに考えたようです。男性が女性に柔道を教えてるっていうと、まあ、当時は特に。いや、男の人に柔道を教えられるっていうのは。 家庭の中でも自分の子供とか娘に柔道させる時に男の人の世界に入れるのはちょっとねっていうふうに思う人もいたかもしれないでもそれが先生が女性なんだったら体のためにもいいし精神修養のためえ心と体がえ丈夫になるんだったら柔道もいいんじゃないっていうふうに言ってくれる。ということで時代背景としてはまず加納先生は。 柔道の修行をさせるということもあったんですけれども良き指導者女性の良き指導者を大勢作るということを主眼にしていたようですですから、えー、当時であったんですけれども女性としてもきちんと教育を受けている人そしてその後 学校の先生になっていったり女性の、まあ、リーダーというとちょっと言い過ぎかもしれませんけど社会の中でどのように活躍していくんだろうと言ったようなことを頭の中に描きながら加納先生はこの人に柔道を教えたら女子柔道を牽引していってくれるきっと存在になるという人を選んでですね指導をしていたことがうかがわれます。まあ、ただ後で話も出てきますが そういった加郎先生の思想がです、ね、非常にこうあったにもかかわらず今のスポーツ界見てください筑波大学の、えー、この、ね、皆さんここで授業を受けるのは体育ですけれども体育の先生たちをパーッと見た時にでも男性と女性今はオリンピックでもほぼほぼ参加率は五分ですね。 全く均等に5割ってわけにはいかないですけれども時には女性の方がが出出場者が多いいいオリンピックもててきているぐらいですですから男性も女性もスポーツに親しんでやれるようになったんですけど指導者という観点から見てみるとまだまだ男性の方が多いのが現実です。 まあそれは理由としてはいろんなことがありますけれども加納先生が女性のスポーツをもっともっと盛んにしていくために女性の指導者を育成していこうよというそれは今もだだからやっていいることだっていうこととうですそういう意味では先見の明があったというか100年経ってでも同じようなことを行われているっていうことはまあ なかなか難しいところではありますけれども最初から加納先生はそういうことを考えていたってことが偉大だなと思います、えー、柔道修行についての、えー、取り組みですけれども男女の違いというところですあのー、当時はですね今は女性の、えー 選選手手たちも選手って呼びますからね修行者っていう選手と呼びますから試合も男性と同じようにありますし道が開かれていますがまだまだ、えー、この時代には女性の数も少なかったですし叶次五郎先生が男性と女性と、えー、区別をしてやらせたことの一つに試合をさせなかったったていうのがありますどちらかというと型 えー、当時はですね柔道ダンスっっていうのもあったんですね曲に合わせてですね踊ったりっていういわゆる体操的なものをさせたりだとか型ですから、まあ、柔道っていうのは攻防がありますよね相手が攻めていってその技を防いでっていう攻防があるんですけれどもその攻防をある程度するんだけれども無理に頑張って受け身を取らないっていうのはダメだっていうのが女性に対しての教えだったようです。 だから技をかけられたら綺麗に投げられて受け身を取りなさいと無理して頑張る必要はありません怪我につながったりするので、えーまあ、美しく投げられなさいっていうのはちょっと変な言い方ですけれども投げて投げられてっていうようなある程度決まったルールの中で柔道をやっていきなさいっていうようなことは女性にされていたようです。 でも一方で男性はどうだったかというと、まあ、そもそも体力もあるし、えー、女性とは違う取り組みをさせていて戦うこと競い合うことが自分の修行にも必ず役に立つと一生懸命やって競い合えば試合に出ていったら自分の足りないことが分かってくるその分かってきたそのことをもう一回修行に戻してやりなさい。真剣勝負じゃないと なかなかそういったことっていうのも生まれてこないということで男性には当然試合も許していたし練習の中でも稽古の中でも真剣勝負でやるかやられるかっていう非常にこう強い激しい練習を認めていました。ででもその中で加納先生が思っていたことは勝つか負けるかということはやらせるけれどもけれどもですよ。 でも大事ななここととは勝つだだけじゃないんだよと、ね、今お相撲の中で品格だとか、えー、横綱の品格というようなことが話題になっていますけれども柔道でも同じだと勝負にこだわりすぎて例えばまあ最近まあ試合なんかでほとんど見ないですけどもでもあるのは「 試合に負けてしまって相手と礼をしないで頭にきてプイッと帰ってきちゃうとかねふてくされて帰ってきちゃうとか判定に不服があってっていうようなことが時々見られますよね。でも試合っていうのは勝ち負けだけじゃないんだと。相手に対してなぜ礼をするかって言ったら一生懸命やってくれた相手がいるから自分も伸びるんだと。 だから相手に対して敬意を表して、えー、リスペクトしてきちんと礼をして帰ってきなさいとでそういった気持ちを収めるることとも柔道のの修行の一つであるとうんと激しいことを試合場や畳の上ではやっているけれどもそれまでという言葉がかかったら自分の気持ちを収めて礼をして帰ってくるそれはオンとオフみたいなものですよね。 でそういうよういよなこととがすごく重要だとまた技に対しても「勝てばいい」という技じゃないわけですよね。加納治五郎先生は柔道の目的を柔道修行の目的を自己の完成自分自身を完成させることなんだと。そして世の保育世の中の役に立つ人になりなさい。だから自分自身を完成させるっていうことでいえば。 相手にに勝つつためのの技を身身けけることが自分自分完成でではないわけですだから道ででありり終わわがないわけですね一生懸命その技を完成に導いていくあ今回うまくいったけどもうちょっとこうやったらうまくいくんじゃないかもっとこんなふうにやったらそれは精神面も含めてですねでそういうようなことを柔道の目的としてしていたんですけれども。 でまあ、今日のこの講義のように叶次五郎先生は多分修行者の前に立ってなぜ柔道をやるのかどういうことを大事にしなきゃいけないのかこうやって柔道っていうのは考えなきゃいけないんだよっていうことを一生懸命言ってたわけですね座学で。ところがところがです男性はもちろん聞かなかったわけじゃないですよ。はあそうだなと ううんうんといいてたた人も多かったでしょうでも実際に試合場に立ったり道場に立ったりするとやっぱり試合があって誰がリスペクトされるかって言ったらやっぱり強いもんなんですよ、あのー、勝ったた負けただけだじゃないよ。って言ってもオリンピック見てても皆さんそう思うところないですか どんなに頑張った人であってもやっぱりメダル取れなかったらメダル取れた人にばっかり注目がいってしまってあの人はメダル取れなかったけどものすごくいい試合したよねとか話題にならないでしょならないことはないですけどね。でもこの人の性格がこうでだからメダリストとしてどうなんだなんていう議論はあんまりしないじゃないですか。だからやっぱり 勝った人間がメダルを取った人間が注目されてその注目された中で議論されることはありますよねメダル取ったのになんか勝ち方大したことなかったよねもう少しいい技で勝った方が良かったんじゃないのってありますけど負けた人に対してはあんまりそういうことを論じないでもだから男子の場合には何に まあ魅力を感じるっていうか傾倒してしまったかというとやっぱり強くなることなんだとやっぱり勝つことが大事なんだというふうにいくら加納次五郎先生が人間教育だこうだって言って聞かせても本当のところはそちらに向かっていってしまったんじゃないかなという感じがしていますところが逆に女性は試合もありませんし体力にも自信がないで加納次五郎先生が教えることを まあ、ある意味従順ににとても素直に受け入れたような印象がありますいくら理屈言ったってやっぱり勝てば官軍だろうっていうのが、まあ、男子の考え方とは言いませんけどそういうような考え方に比してですね比べて女性の場合には 教えたことにとても忠実,忠実に加納次五郎先生の言ったことを受け止めながら真面目にコツコツツとととと修行をしていたといいたうことだと思いますですから加納次五郎先生がこの当時非常にこう苦悩されていたのは勝負ですねつまり競い合うということは否定しないけれどもでも競わせることによって失ってしまうものも多いんじゃないかと。 順位をつけることによってやっぱり勝った人間の方が評価されたり上に見られてしまう先ほど言ったようなことそういう風潮がある中で教育とどのように両立していくか言ったこと、まあ、これはオリンピック2020年に来ますけれどもオリンピズムといったところでもまあ論じられるところではないかなと思います。勝つこととだだけけに意味がががあるわけじゃななないいんだよと言ららもながらもやっぱり そういうふうに評価されるですから勝負と教育をどのように両立するかそこでおそらく加納先生は女性の柔道というのはというふうな考えにいたって言ったんだと思います加納次五郎先生が残したですね、えー、言葉をいくつか挙げてみました加納先生こんなこと言ってらっしゃいます女子の柔道は わしのってて書いて加野先生の言葉通り書いてますけど私のの柔道の理想に近いそして女子の柔道も今後は今後ともって書いて「今後は世界的に発展するのであるから英語をしっかり勉強しなさい」世界に広めていくって思いがあったみたいですね。俺の乱取りは 加納五郎先生自身ですね自分が考えたランドリーっていうのは試合形式でである練習ですそのランドリーは女子にのみ残っていると自分の考え方が女性だけが実践している女子のやっているランドリーが本当のランドリーだとこれ裏を返すと男のやってるランドリーは自分の考えたものと違いますよっていうことを言ってるってことです。 女子修行者にくれぐれも望むところはあくまで合理的で決して無理をせぬことである女子柔道に試合とか勝負とかを禁じているのは勝負や試合となると勝ちたい負けたくないの一心からとかく無理をするようになり 体を壊したり怪我をするようになってしまっては女性に柔道をさせた意味がない本末転倒であるということで勝負とか試合を禁じていたということを言ってらっしゃいます、まあ、これを見るとですね先ほどの一つ前のパワーポイントで私がお示ししたことが具体的に分かっていただけるんじゃないかなと思います女子の柔道っていうのはなぜ理想に近いのかと加納先生が言ったかです それは最後にある試合とか勝負とかを逆に言えば禁じていたからということもあるかもしれません。 ただそれが今は女性も試合をするようになったのでそれがどうなったのかということは私たち今やってる人間が検証しななけければいいい課題だと思いますでも当時としては男とは違う男性とは違う柔道が女性には受け継がれているというふうに加納先生は考えていたようでございます。ね、でその自分のランドリーは唯一女子に残ってる。 で当時ですすねここんなことも言っています男の柔道は力任せの柔道だと力にばっかりこだわって「まあ、柔」っていうのは柔らかいって書くんですけれども合理的でっていう言葉も言ってますよね。つまり理にかなった力で相手をねじ伏せるんじゃなくて理屈に合った技であったり理屈に合った技で、まあ、重翼「五」を制す。 というう言葉が適切かどうか分かどどりませんけれども自分の小さな力で最大限の力を発揮して相手を投げるっていうのが、まあ、柔道の理屈だとするとそこのところがあんまりやられていないんじゃないか力任せに相手をやっつけてるっていうことがなんか多いよ男子はというようなことを危惧していたようです。 でも加納先生がいくら男子にそういったことを説明しても試合がある以上なななかかか言うこと聞かないと自分はそう思ってるんだけどもいやいやいやそんなこと言っても勝てるしみたいなね俺が一番強いしみたいなことで、まあ、加納先生は悩んでいたところもあったようです。ですから男性と女性っていうところで言うとそれに比べて女性はと。素直だしきちんと言うことを聞くし。 で理にかなった自分の思った加藤次五郎先生の思いを乗せてちゃんとやってくれているっていうところがあったようです。まああのー、スポーツ全般にこの男性と女性の違いっていうのはもしかしたらあのあるかなと思ってます。私は柔道だけじゃなくていろんなあのー、スポーツもですね教えた経験がありますけど、あの男の人は。 例えば形はこういう形でっていう基本的な形を教えますよね。で教えるんですけど結構自己流に走る傾向がありますねそれはなぜかというと形通り教わった通りやらなくても基本的に体力があるからごままかししててでもでもきてしまうあのゴルフなんか見ていただくと分かると思うんですけどあのー、飛ぶのはね 男の人、まあプロはちょっとまた違うかもしれませんけど男の人っていうのは素人、アマチュアであっても体育の例えば学生なんか多分力があったらバーンと飛ぶと思うんですよねでも、飛ぶかもしれないけどゴルフってまっすぐ飛ばないと意味ないじゃないですか飛んだけど横の方にものすごく飛んじゃったらかえってあの大変なことになるわけですよねだから飛ぶ方 飛,ぶ飛距離で比べたら男の人と女の人で言ったら絶対あの女の人の方が負けると思うんですけどでもスコアでいうとが結構あるんですねそれはなぜかって言ったらきちっとフォームに沿ってたくさん飛ばないけれどもまっすぐ飛ばせるとあんまり曲がらないでそうすると結果的にはスコアは一緒になっちゃう。男性の人は力任せにバーンと まあ、みんなながそうじゃないですよでもそういう傾向があるんじゃないかということですですから加納次五郎先生は自分の柔道の思うところは力がなかったり試合をさせていない女性,女性に引き継いでいってもらえるんじゃないかなという期待があったようです。そして加納次五郎先生のの意思を継いでですね、えー、女性の柔道 を広めた方がおられます先ほどのパワーポイントで2番目のところに書いてあったこれからは女子柔道女性の柔道家もどんどん海外に出て行って柔道を指導して広めていってもらいたいだから英語も必要だよということを言ってらっしゃいますその言葉通りに実践されたのが福田恵子さんという方です 私たちから見ると福田恵子先生ということになるわけですけれども、福田恵子先生、行動感、女子、九段です。柔道の段というのはですね、剣道はですね、初段から八段、八段が最高位です。一番上が八段。でも柔道の場合には初段から十段まであって、最高位は十段です。 男性で十、えー、弾を取られている方はあのー、何人かおられます。今存命の方でも三、えー、人十弾の方がおられます。でも女性としての最高位は九段です。十弾を取られた先生はまだおられません。で今でも、えー、最高位は存命の方でも八段が最高位です。ですからいかに女性にとってその九段という段位が重い段位なのかっていうのはお分かりいただけると思います。 で九段で、えー、なんとですね99歳まで生きられて長生きをされてですね99歳もう本当に100歳にあと2か月ぐらいのところでお亡くなりになられているんですがアメリカに在住されて、えー、アメリカに永住されておられました。 でこの方はどうして柔道を始めたかというとですね、この福田恵子先生のおじい様、ね、祖父にあたられる方が福田八之助といって柔術、柔道の前の柔術の先生だったんです。でその柔術を習いに行ったのが加納寺五郎先生、天心神,神陽流っていう術なんですけど、つまり加納寺五郎先生の師匠が福田恵子先生のおじい様ということになるわけです。 そんなつながりで加納先生は時々その時に、えー、福田恵子先生を加納先生が見てですね講道館にも女子部っていうのができたからぜひあなたもおじい様もね柔術の師範でいらっしゃったんだから柔道,柔道をやられたらどうですかというような誘いを受けて22歳で講道館に入門されています。 まあ正直柔道をやり始めるには早い早いというよりは遅い年齢ですよねもう22歳って言ったら当時は、えー、結婚していてもおかしくないぐらいの年齢だったと思いますでも加納先生に声をかけられて行動館に入門をされていますですっかり柔道にはまってしまってですね柔道にはまったというよりは加納次五郎先生の教えにはまったんだと思います でその後ですねさ、えーえー、まざまな例えば戦争があったり地震があったりとかいろんなこの、あのー、状況があっていつやめても多分おかしくないような特に女性ですから、えー、おかしくなかったんでしょうけど加納先生の教えに従って1966年東京オリンピックは1964年ですからその後 アメリカに渡られて、53歳の時にですね、アメリカのサンフランシスコに渡られてご自身の道場を作られて、99歳で亡くなられるまでですね、指導をされました。まあこういった人を一人見ても、多分カノージゴロー先生の教えが女性にはものすごく浸透していたんだろうなっていうのは見て取れます。 で私は福田恵子先生に何度かお目にかかりましたけれども福田恵子先生がおっしゃっていたのは私は柔道と結婚したのよって言っておられましたまあ当時はですね今と違って女性が家庭とまあ仕事をなかなか両立しづらい状況であったと特に柔道の先生として行動館で福田恵子先生教えてらっしゃったんですけれどもただ 夕方から夜にかけて柔道の練習っていうのは行われるので行動館では結婚してしまって家庭に入ってしまったら今はありえますけどご飯は作っておいたからあなた食べてね子供にも食べさせておいてねなんていうことがなかなかできる時代ではなかった。でもも加納五郎先生は、えー、女性ととしてのいいうか、まあえー、そうかかそった幸せもあるから しっかりといで、えー、結婚して子供も産んでっていうようなことを福田先生には言っていたようで亡くなられる時もお嬢様にその気持ちを託してですね福田恵子をちゃんとで、ね、面倒を見てやってくれよと言ったそうですそしてお嬢さんは何度か福田恵子先生にお見合いもさせてですねもうそろそろ結婚した方がいいよっていう風に水を向けたみたいですが どちらかを選ばなきゃいけないとなれば福田恵子先生は自分は柔道を選ぶということで生涯独身を通されて、えー、柔道一筋に生きられた方ですでこの福田恵子先生は世界各国にアメリカを拠点としていましたけれども世界各国に出向いていかれてですね、えー、女子の柔道ということだけではなくて柔道全体を広めた。 世界に広めたという功績があられます日本だとですねまあいまだに若干そういう傾向はありますが女性男性は女性を教えますよねスポーツの世界なんかで男性の指導者って結構多くないですかナショナルチームもそうですしあるいは、えー、中学校、まあ、高等学校、まあ、運動部活動だったりしても女の先生が教えている例も少なくなくなってきましたが。 男性が女性,女性を教えるってことは一般的だけど逆ってなくなくいですかあんまりすごく女性で、えー、いい指導者だからあの人は男性も教えてるっていうでこれがですねあの、まあ、別にその男性と女性の差別だっていうつもりはありませんがスポーツに対する考え方なんですね。 同じ技術を持っていてもやっぱり男の人の方がちょっと上だとそれは当然スピードとかですね瞬発力とかそういったところで言えば女性はかなわないところはあるっていうのはわかりますでも技術っていったところで言えば女性でも男性に教えられるところはきっとあるそれが海外では当たり前です例えば私が柔道の先生として、えー、いろいろな国に行って 講習会を開きます研修をしますって言ったら集まってくるのは女性だけじゃなくて男女の選手たちが集まってきて私からまだ技を学びたいっていう風になりますだ今だからそうなのかって思うんですけど当時からそうだったようですねですから福田恵子先生はおそらくアメリカ行きを決断した背景もそれがあったと思います 女性の指導者って考えると日本でやることとしては割とこの幅が狭いでも海外に行けば自分は一人の柔道の先生として見てもらえるのでやりやすいというかもっともっと活躍の場があるんじゃないかといったことで行かれた可能性もあります、まあその思い通りですね本当にに多くの国に出向かれれてて指導をされて 福田恵子先生のお弟子さんたちをいっぱい世界中に作った方でいらっしゃいます福田恵子先生のモットーは強く優しく美しくという言葉です強くねそれは女性も当然強くありなさいでも優しさ美しさそれは柔道にも生かされるものであるから忘れちゃいけませんよということをおっしゃっておられましたそして、えー、その 女子柔道でいうとここまでが第一ステージっていう感じですね試合がない時代ですでここから今度は第二ステージになるわけですけれども女子の柔道の試合が始まってまいります1978年に今行われているような試合が始まりましたこれが日本で行われた最初の試合です全日本女子体重別選手権 まあ柔道選手権ですけれどもねそれまでは女子の試合っていうのは一切日本の中ですから普通柔道の試合っていうとまあ柔道だけじゃないいろんなスポーツの試合っていうと小学生大会中学生大会高校インターハイで大学一般みたいな感じですけどいきなり全日本選手権です。 だかからあのカテゴリーとかないんです年齢のカテゴリーとか、えー、段のカテゴリーとかなくても一発勝負な感じで開かれました。でなぜこれが開かれたかというと福田恵子先生なんかの尽力もあって女子柔道というのは日本国内にとどまらず当然世界の女性の人たちが柔道をやるようになっていきました。 でそういった中で日本人は加藤時五郎先生の教えがあるから女子は試合をあんまりしない方がいいよっていうようなことをずっと女性もそうですけれども男性も受け入れてやってたんですねでも世界の人たちは男性は試合がある世界選手権があるオリンピックがあるなんで女性にないんですかと他のスポーツはあるでしょう私たちも柔道一生懸命 練習して稽古しているのに試合という場で自分の力を試してみたいという声があっちこっちから上がってですねでも、えー、日本としてはですねいや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 加納治五郎先生がやるなって言ってるんだからそれはやれないだろうということでやんなかったんですがなぜ始めたかというとどうも外国の人たち国際柔道連盟っていうのは日本人だけで作ってるわけじゃないですよね。 国際ですからいろんな国のの人たちの意見で結論を出します。その国際柔道連盟の中でどうも流れとしては女性の世界選手権がやりそうだと何年か後に。日本がいくらもう反対しちゃってもう多分始まるぞという流れが見えてきたんですね。でその時に柔道界の上の人たちはこう考えたわけです。いやそう世界選手権となると、なる 本本家本元ですよね日本はね女の人だから試合やってないからって言って出場させなくていいのかと柔道選手権世界柔道選手権って銘打ってやっていて日本から出場者なしってそれってどうなんだという話になってでも柔道を修行している女の人たちはいるかもしれないけど試合今までやったことないから試合やらせて試合になるのかと。 試合やれるような人がいるのかということで試しにやってみようっていうので始まったのがこの第一回目の大会ですとにかくどれぐらいの人が集まるんだというような大会だったと思います私はこの大会に実は出場してます第一回まあ年もバレるからねあんまり言いたくございませんが出場してます13歳ねあの で、当時はね。何歳以下出ちゃいけないとかなかったんですよ。で、何段とかもなかったので、黒帯でもなかったんです。白帯っていうかね。一級。で、道場の先生が出てみろって言うから、まあなんとなく出てしまったんですけど、いかにこの大会が。ま何、あ、て言うか、言い方を気をつけなくちゃいけないですね。あの初めの一歩だったかというと、私は東京生まれで。 東京予選に出たんですね全国を10地区に分けて予選をしてその勝者がこの大会に集まってきて、えー、トーナメントでやったんですけど私が出た50キロ以下級とですから階級も世界だと今7階級ありますけど当時はそんなに階級分けても人がいないと困るからって言って日本の大会第2回は4階級でででやったんですで一番軽い私は50キロ以下級っていう階級に出たんですけど。 これ言うとね私の価値が下がるので大きな声で言いたくないんですけど予選に出場してきたのが5人ですよ全日本の予選が。であのトーナメントリーグでやればいいのにトーナメントでやったもんですからこの山が2の方と3の方に分かれたんですね。で私は2の方に入ったんですよ。であ2回で優勝か って思っていたら、相手が体重失格で。体重オーバーで、危険というか、失格なったんですね。ですから、まあ、言ってしまえば、一回で全日本。一回勝ったら、も、ま、う、あ、そんな時代だったんですよ。まあ、だから、弱かったってわけじゃないですよ。<laughs> ですけど、そのぐらいしかいなかったんです。女性で柔道で、試合に出てこうようっていう人が。 女性で柔道をやってる人はまあまあいたんだと思いますいいたんだと思いますけど第1回だし自分が出てもいいんだろうかという思いが多分あったんだと思いますね。で私はなんとこの第1回目の大会で全日本選手権でも優勝してですねそれからずっと勝ってたんですよ。でも、あのなんというか、 当時はじゃあなぜ私13歳でしたけど勝てたのかって言ったら私は道場に入ってこれも言い方はあれですけど潜りでで男子の試合に出てたんです女子の試合はなかったですから男の子の試合に女の子なんだけどこっそり出させてもらってたんですね。先生の力か何か分か何りませんけどですからこの試合に出てきた女性たちはほとんどが試合初めて。 もういきなり初めてで「全日本選手権」って言ったらもう本当に緊張しちゃってでも私は男子とですけど試合の経験があったのでそのことがあったから勝てたのかなと思っていますそしてその3年後にやっぱり全日本が、あのー、予想したように世界選手権が始まってでも世界選手権が始まったらですねやっぱり試合やってませんから日本の女性たちは。もうね今の 女子の柔道のイメージからすると本当に弱かったです。だってあのそれまで加藤次郎先生のさっきの教え思い出してもらいたいんですけど、投げられたらきちんと受け身を取りなさいと教わってますから、あの守ろうという気がなかったです、ね。あの反射的に出てしまうんです。こう頑張ってあの投げられまいとかしてると怒られるか怒られてた時代なので、綺麗に投げられなさい。試合で綺麗に投げられたら勝負になりませんから。 綺麗に持って綺麗に投げられてということでまあ世界選手権ではなかなか日本の女性たちは力を発揮できなかったそして1988年にはオリンピックの公開競技となりましたこの後の1992年のまあ公開競技っていうのは実験的にやってみましょうというねあの地域だとかまあ地域はあれですけど人数を絞ってやられた大会です でこの公開競技が最初で1992年バルセロナ大会でオリンピックの正式な種目となって現在に至っているわけです。じゃあ女子柔道のの課題と今後の期待です、まあ、先ほど言ったように叶次五郎先生が目指した女性の柔道をもっともっと発展させていくためにはって考えた最初に取り組んだ指導者育成ですね。 もちろん男性に教わることも悪くないけれどもでも柔道を修行した女性たちがもっともっと、えー、指導者としても活躍できるように、まあ、さらにですすね努めていいく必要があるなと思います競技力といったところでは男子と引けを取らないしとてもいい選手たちがいますけれどもその人たちが指導者になっていけばもっといいと思います。そして、えー、強化システムの確立 ますまだまだそのスポーツ界全体の中で、えー、連盟の中で男性と女性が、えー、同じとは言いませんけれどもまだまだ女性の方がもちろん競技人口も少ないですけれどもでもいろんなことを考えた時に女性の意見が反映されるようなこれは社会全体が求めているダイバーシティということと同じだと思います。 そういったところをやっていかなければいけない女性の視点が柔道のさらなる発展につながっていくだろうと思います最後に筑波大学と女子柔道について少しお話をして終わりにしようかなと思っています筑波大学と加納寺五郎ていうところはまああの他の先生方がお話しされていると思いますので皆さんが理解されていると思います筑波大学の今この体育の、えー 中にはですすね、えー、柔道の学生が何人かおりますでも筑波大学の女子の柔道っていうのが始まったのは私が第一期生です昭和58年に私入学なんですけどそれまでは筑波大学の柔道部の長い歴史の中で男性部員しかいなかったんです。でなぜじゃあ 女性の部員として私を受け入れてくれたかというとおそらく加納寺五郎先生とのつながりじゃないかなと思います先ほど言ったように加納寺五郎先生は女性の柔道に対して非常に強い思い入れがあったそして加納先生は筑波大学の初代のですね筑波大学というもう高等師範ですけれども筑波大学の前身の高等師範の初代の校長先生で、でそういったつながりの中で 女性が柔道をこれからもっともっと盛んにしていくためには女性のリーダーであり女性の指導者を筑波大学が育成していかなければいけないんだという思いをですねおそらく当時筑波大学におられた先生方が感じて私を入学させてそして筑波大学の名門のですね柔道部に受け入れてくれたんじゃないかなと思います。 まあ、先輩とかですね。もしかしたら、その。まあ、私が入った時もそうですけど。なんで女入れるんだというような意見もあったかもしれません。ですけど、その時に決断したことが。今の筑波大学の柔道の、女性の柔道の歴史につながっているってことが言えると思います。まあ、私自身もそうですけれども、その後、オリンピックのメダリストたちを大勢輩出しています。おそらく。 私あの最近この、えー、直近のオリンピックまでは数えていませんが数ある大学の中で女子の柔道ではオリンピックのメダリストの輩出は筑波大学が一番だと思います。ただそこで大事なことはメダリストを輩出することだけではなくてそこで柔道というものを通した女性たちが指導者としてそして研究者として。 リーダーとして筑波大学で学んだことを次のステージでも活かしていってもらいたいでその人材を作るのが筑波大学なんだということを、まあ、私も含めて忘れてはいけないし、まあ、私は今ここで先生をしていますので柔道部にいるもちろん男性もそうですけども特に女性の部員たちにはそういう思いを持ってここで学びそして 育っていってもらいたいなという思いがございますそして女性の自立活躍まあ今ですね女性の活躍ということが、えー、今の政府もそうですけれども日本全体がですねその流れに行っています私は柔道に限らずスポーツといったところを一つ捉えたときにはすごく重要なポイントだと思うのは やはりスポーツっていうのは自己完結型のところが非常に多いですね特に柔道の場合にはどんなに相手と大した時に怖いくてもですね相手が強そうに見えても試合場に立ったら戻ってくるわけいかないですね逃げ帰るわけいかないですね受け止めてそこで相手と対戦して勝つか負けるかしてやっと帰ってくれるわけですねだからやってみなきゃいけない挑戦してみなきゃいけない。 おそらくそれがそういった経験や体験が自立といったところにつながるんじゃないかなと思っていますもちろんそれは男性であっても女性であっても同じかもしれませんが女性の場合にはまだまだそういった意識が、えー、まあ。 足りないとは言いませんけれども社会全体がね、女性を活躍させていこうという意識は少しずつ芽生えていますけれども女性自身の意識としても自らの足で立って自らで道を切り開いていくという意識をもっともっと持ってもらいたいその一つの手段としてスポーツであったり柔道をすることがですね、おそらく、えー、力になっていってもらいたいと思いますしまあ、ですから メダルを取ったあるいは、えー、大会で活躍したというところだけで終わりじゃなくて何のために柔道をやったのかって言ったらその先にあるものそして今日のテーマでもある叶次五郎先生がなぜ女性に柔道をさせたのかって言ったらそういう女性を柔道を通して育てていきたいという強い思いがあったからではないかなというふうに考えています。 是非ですね、えー、筑波大学と、まあ、柔道の関係は、えー、知っていらっしゃった方も多いと思いますけれども女性の柔道についてもとても、えー、歴史もあるし、えー、関わりが深いんですよということをですね筑波大学の学生として覚えておいていただければなというふうに思っております。えー、ずっと時間になりましたので、はい、この辺りで終わろうと思います。えー 感想をですねあと10分ほどありますので感想を、えー、配られた紙に書いて提出してください。